にちは、インターン生の内田です。今回は前回の続きである、動画の編集、録画などについてと、3D モデルを利用した VTuber のなり方ややり方について説明していきたいと思います。まず前回の続きからですが、録画した動画と動画の編集と投稿についてです。まずはフェイスリーグにて VTuber としての動画を録画してください。やり方については、下記に書いてある通り、参考サイトを見ながらやっていただければ多分できると思います。注意事項だけ一応読ませていただきます。録画について、パソコンのカメラとマイクで十分録画可能ですが、付属マイクだと音質が悪いです。これは、書いてある通りなので、もし音質が気になる方がいれば、自分でマイクを買ったりして別撮りで音声を入れるといいと思います。あと、動画としてエクスポートすると WebM ファイルというものが出力されます。これは、多分ほとんどの編集ソフトで編集はできると思いますが、ちゃんとサポートしているものかどうかというのを確認してから編集をお願いします。で、次に編集に関してです。編集に関しては私は AVI ユーティルというものを用いましたので、それについて書きました。参考にできるサイトも一応載せておいたので、それを読みながらやれば誰でもできるというふうになっております。動画の編集と録画についてはここまでです。これからは 3D モデルの方の VTuberについて説明したいと思います。VTuber になるための主な流れは、2D モデルの時と同じように、まずは準備で作成で、それらを編集で録画して動画にして投稿するという流れです。一番の大きな違いは、確実に言えることは値段の違いです。準備に25万円近く、これは大半が、ヘッドマウントディスプレイを使うんですが、ヘッドマウントディスプレイを動かすための高性能デバイス、いわゆるゲーミング PC といったものの値段になります。 3D で VTuber やるなら、この辺の出費を覚悟しなくてはならないというところが痛いところですが、これを超えないと 3D の VTuber にはなれません。モデル作成について、モデル作成についてはいろいろなソフトが出ています。自分で作れる人はその作れるソフトで作るといいでしょう。また、作れるなんか技術が知識が足りないよっていう人は、Vloid というピクシアさんから出しているソフトがあるので、それは誰でも簡単に、VTuber の 3D モデルとして使えるモデルを作成できるので、それを使うのがおすすめです。無料なので。今回の説明については以上です。次回はこの続きと次が最終日ですので、最後をまとめて終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。